ゆがみ部神風。はい、あ、歌舞伎町クラブブラックソードハッピー後藤です。なんとなくですね、なんかノリで出ちゃいなよって感じで出ることになったんで、まあ僕もノリで一回出てみようかなって感じで出てみたいと思います。人が来すぎてパッとしないですよね。かかってこいったんです。アイスランドの印象、なんか長野県と、あとなんか波風、神風、だからすごいなんか尖った名前してる、ちょっと白知ってる感じなんで、ちょっとハッピーに行きましょう。やっぱりみんなが望む通り、やっぱ KO をしたいと思ってるんで、バシバシ殴り合いたいですね。やっぱみんながもうわーってもうハッピーな感じで、なんかもう血が出ないような試合をしたいと思います。そしてさ、元気玉で、あ、僕の出社さはこちらです。目隠してもやっちゃうぞハッピー後藤くん、名前相当ふざけてるよね。お前ハッピーエンドで終われると思ってると思うけど、バッドエンドで終わらしちゃったんな、クソガキ。おい、かかってこいよ、バック。あ、対戦相手ってことな。僕多分こういう見た目なんですごい舐められると思いますし、まあ、僕常に謙虚なんですけど、まあ試合になったらしっかり、波風くん、すごいもう神風さん、あ、すいません、神風くん、神風くん、もうボッコボコにしちゃうぞ、本当に覚えときよ、ちゃんと歌舞伎舐めんな。おっ、俺が主役。はい、俺が主役。青コーナービジョン2部神風選手、赤コーナーブラックソードハッピー後藤選手の入場です。青コーナーさすらいのギアンコスター神風、赤コーナーカルピチョラのナーナーハッピー後藤。どうも青コーナー神風選手には信州ファイティングトップチームビットブルースワン会長大島健太郎様、田中農園代表田中博世様、株式会社厚生代表取締役森厚生様、宮下聡様、山商代表山本高美様、安住グループ代表国木曽隆様、赤羽塗装代表赤羽式部様より激励賞が贈呈されます。試合こちらのディップルールでもなってます。ダウンです。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、違います。あ、ダウンというより1ラウンド19秒。まず、応援に来てくれた先輩や
鶴の見慣れてます。いやすごい本当これで楽しめましたかねやばいっすよねこれ。いや本当にいやでも本当だな、ありがとうございました。ホスト来るならビジョンでしょ、元気最高